どうも、ナオチンです。ペーパーマリオ RPG やっていきます。よろしくお願いします。さあ、発売から1日が経ちまして、ようやく全クリしました。全クリまでにかかった時間、約26時間ですね。26時間、なかなかかかったと思います。で、今のレベルですけども、27です。まあまあ、全クリする頃はこれぐらいのレベルではないでしょうか。で、全クリしましたので、HP を下げて、ピンチ系の装備をつけてきました。やっぱりね、全クリした後はこういうので楽しんでいかないとね。でも、まだね、ちょっと中途半端なんすよね。装備が集まってない。ピンチで頑張るが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個ですね。10個。で、ピンチで守るが1つに、ピンチでラッキーが3つですね。火力はまあ十分にあるけども、耐久力がまだまだ低いっていう感じです。まあこれからちょっと、こういう装備を集めながらやっていきたいと思います。めちゃくちゃ強くなったけどね。で、アトミックテレサがまだ倒してなかったので、アトミックテレサを今日は倒しに行きたいと思います。多分楽勝です。アトミックテレサの出し方は、まあ、とにかくこいつらを攻撃すればいいんだよね。もっと寄ってこい。しゃ、振り払う。で、あ、なかなか出らんな。いや、来た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 。でも言うても、うん、結構前のボスなんで、全然余裕だとは思うんですけどね。いや、余裕余裕この装備だったらまず余裕なのよ。 OK、 ワンパンを狙います。多分敵の HP は50ぐらいだと思うんで、まあ連続ジャンプで、一撃でしょう。まあ、一撃だよ単体のボスなんて一撃さ。はい、3発。ああ、60か50ぐらいだったのかな、HP はね。うん。やっぱりピンチ系のマリオ、マジで強い。で、なんか強い装備来たよね。何かラッキー。はい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 。バトルに入った時に、何かしらのバフがかかるっていうバッジですね。4つか。もうちょっとレベルを上げないといけませんね。うん、ちょっと、まだまだ、ピンチ系の装備が中途半端なので、これからどんどん集めていこうと思います。そしてね、裏ボスの撃破とか、100回クリアとか、うん、あとレベル99までもしたいですね。はい。まあ、そんな感じでやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。